はい、こんにちは。こんにちは。はい、よろちきラジオ23回目。よろしくお願いします。はい、今ですね、はい、フジテレビの、収録終わりに撮ってるんですけども、もう当日ね、ギリギリになってしまいました。9月22日、今日は金曜日。これ撮ってすぐ出すって感じですね。はあ、はい、ということでこの1週間何が、まああれか、阪神優勝おめでとうございます。いやいやいや、すごい。いやーすごいね。思ったより早く優勝というかね、うん、最短今までで。そのいや相当早いよ、うん、だって9月の中旬で優勝ってね。だから18年ぶりですか。いや18年、うん、だいぶやな。いやすごい。だって18年前って、うん、何歳、2005とかやろ。2005やから、うん、俺も小中1とかちゃうか。18年前やろ、うん、30、20は大学生や。あー大学生。でも大学出てからもう20年ぐらい経つんや。はあ、ほんまやな。怖いで。すごいな。大学出てからもうあれからもう一回同じぐらい人生過ごしてるってこと。驚くねんけど。そうやな。ああ、いやいや、だからそれこそ永田さん、うん、阪神の井川投手、いやめっちゃ好きやったな。めっちゃ好きやったな、うんうん、で井川用のグローブ買ったもん、うん、井川専用モデルの右利きのややこしいんですけどね。井川選手は左利きなんですけど、ね、そうそう、右用の井川モデル買ったもんZ の、うん、それでな、軟式用の、それでそれを持っていこうとしたら、その時つけた彼女に断られて、うん、最終的に安倍晋之助のライナーなんか心臓に直撃するっていう、ね、最悪やな。あのグローブ持ってってたら取れたのにっていうのがありましたけどね。ありましたけど、うん、はい。いや、とにかくおめでとうございます。おめでとうございますね。ほんま嬉しいわ。阪神タイガースのイベント、うん、ウルトラの夏というね、うん、3年連続行かしてもらってますから。そうそうそう、言うて応援しだすけどやっぱ好きになるもんな、また。いやそう、だからしばらく空いてたんですけどね、僕は。うん、だからしばらく空いてた。そうそうそう、だから見に行ったりとかしてなかったからさ。ああはいはい、はい、そうか。だからイベントで久しぶりに甲子園とか行ったけど、そうそう、また応援したくなったというかね、はい、いや嬉しいことですよ、ね、これ。そしてオリックスも優勝しましたから。すごい、関西すごいな。大阪大盛り上がりらしい、うん、関西。うん、そりゃそうやな、うん、オリックスって今どこ、地域的には。神戸、ね、うん、神戸になるのかな。でも神戸、うん、大阪。いや、あのな、本拠地は京セラやね、うん。あ、そうな、ほら、うん、大阪。大阪やな。ほうほうそう、京セラドームになるから大阪なんだ。なるほどね。そう、相当大阪盛り上がってるっぽいよ。うん、うん、うん、かなりね、プロ野球も、もう終盤ですから。おぉ、はい、すごいね。うん。ですから、そういうのはあったり、そしてまあ、僕個人的には、あれかな、ビバン。あー、ビバンね、最終回、うん、面白かったね。最高やったね、うん、あのラストシーン、まあ、ネタバレになるんでまだ見てないよって人、もう見てるかさすがに、うん、ネタバレになるんであれですけど、最後なんか続きやる感じやったよな、ちょっと。うん、続きそうやったな、うん、で、俺考察ね、うん、よく考察とかあるけど、うん、さ、最後まあまあああいう結末やったよ、うん、で、ヴィヴァンで、うん、ヴィヴァンっていう言葉がフランス語で生きているらしい。あ、そうだ。絶対生きてるな、ほんま。そうそうそう、生きているらしいけど、で知らんで、いろんな考察があるから、そんなん調べたりして結構ヴィヴァンロスに今なってるんですけど、ナナさんどうですか。いや、まあ面白かったけど、そんなロスなるほどじゃなかったかな、俺。ああ、ほんま、うん、まあまあそういう部分ナナさん切り替え、いや、なんやろな、そんな、まあまあめっちゃおもろかったけど、うん、やっぱちょっとハードル上げすぎ感俺はちょっとあったな。ああ、その、うん、まあまあめっちゃおもろいけど、そのなんて、絶対見た方がいいとかさ、うん、進めるかって言われたら、ああなるほどな、っていう感じ。ちょっと一歩引くとこあるもんな、ナナさん、うん、その、うん、なんかその、うん、いろんな映画もさ、ちょっとハードル上げすぎたらからちょっとあれやな、うん、みたいな。いやめっちゃある。だからその、なんていう、ほんまにおもろいって思ったらさ、うん、あの進めたくなるんだけどさ、ビバン絶対見た方がいいって言って、その後どう、うん、俺の感覚ではそんなやから、そこまで進めるって感じじゃないかな。あ、まあ、面白いかな、そりゃ、うん、ディズニー、東京ディズニーランド、うん、
の時どんな感じなんやっけ。金払ってんねんからあの楽しませれるもんなら楽しませてみろっていう。めっちゃ嫌やそれは。でも楽しまうと思わなな、うん、あかんねんけどそれは。ちょっとその、その、うん、ドラマとかでもちょっとその目線あるんかな、うん、その俺らをもうなんか夢中にさしてみろぐらいの。だからまあでもそれはやっぱさ人それぞれの感覚やから、うん、だからそのお前がおもろかったか知らんけど俺はそんなんやな。だからそんな言うたらサンクチュアリとか俺めっちゃおもろかった、めっちゃ進めてるけど、その人によるんじゃん。あ、いやだから俺はなんかハードル上げすぎたからそないやったなーって言ってる人おるやん、うん、個人的な意見やで、うん、いやお前やんって思うよ、うん、ハードル上げてんの。そうだからそうやで、ハードル上げてんの俺やから、その超える以上におもろかったかって俺はそうでもない。ハードル上げすぎたなーって言ってる人おったら知らんがなって思う、うんうんうん、いや俺もお前がめっちゃおもろかったな知らんがないね俺。どっちもそうやろ。めっちゃおもろかっためっちゃおもろかった知らんがな、映画のそれで俺は普通やって、それで映画な。何やそれ。俺はそれやん。めっちゃおもろかったなは別に何のあれもなく、うん、ただの本音やん。別にええやん、うん、で奈々さんどうでした。俺はまあ普通やったな、うん、別にええやん。いや、え、普通やったなやったらいいね、うん、普通やったなのまま終わってんけど、普通やったなの後に、うん、ちょっと俺の中でハードル上げすぎたなっていう人もいる、うん、気使って言っとんねんこっちも。それ聞いたら、それ聞いたら、そんないちいち知らんがなと思う。いちいちな、そんなもういろいろ一生懸命やってる人がいんのにな、普通やったなっていうのもかわいそうだからハードル上げすぎやなって保険かけて言ったってんねんこれ。どうでもええねんそんなもんは別に。いやちょっとね、そういうこと言う人それぞれの感覚ですから、ね、西野が自分のものさしてなんか測る癖あるけど、別に俺はそう思ってるから別にどうでもええやろ別に。もう早口やめろ。早口お前の感覚はそれやそれか知らんけど、俺は俺の感覚やねん。誕生日でした。おめでとう。誕生日の次にこんな説教して説教されて32歳になりました ね、誕生日の日が、はいはい、そのスケジュール的に空いてたっていうのがあったんで、ね、うんうん、あ、オフかと思って、なんか、あ、でもせっかくやったらなんか自分の好きなことしたいなっていうので、フリマやろうと思って、うんうんうん、あ、前回好評やったんでね、フリマやったんですけど、はいはいはい、また今回会場ちょっと大きくなりまして、あら、前回より、うん、もうそれこそ、うん、かけだくんマネージャーとか、うんうんうん、あの木島くんも交代番号で入ってくれたりして、うんうん、お手伝い、女の子の後輩芸人アパレルで働いてた子とかも手伝ってくれたりして、あとまあファッション YouTuber のうるまさんと一緒にやったりして、もう自分でこんなん言うのもないけど、もう大盛り上がりやったよ。大盛況。うん、わ、もう15時から20時までお客さん途絶えなかった。ええ、うん。いや話聞いてる聞いてる聞いてる。え、15時から20時まで、20時まで5時間ぐらい。そうやな。へえ、ほんまに、ちょっとやっぱり楽しいね、そのやっぱ自分の、うん、だって今まで捨ててたわけやからさ、うん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 、それはなんかウィンウィンではあるやん、こう求めてきてくれるっていうのはさ、な、結構儲かったとか聞いてますから。いやいや、儲かったとかそういう話したないねんけど。、うん、なんで俺が避けてんの分からへんそこ。その儲かったとかの話じゃないから。うわうわな顔してきてたからさ。うわうわな顔してきてないよ。でまあ衝撃的な事実がまた一個あったんですけども、はいはい、あのナダルさんが、あの、一応ナダルさんの服も、はいはいはい、あの販売するっていうことで、な3点か、はい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 、ナダルさんが昔から来てたあの東京ティー、うん、はいはいはい、東京って胸に書かれた、そうですよね、あれってなんなん。だから本当にさ、なんか心痛いなって気持ちはあるんですけども、うん、だからもうなんて言うんやろうな、その俺が東京出るときに、うん、しんべヱさんが筆頭にね、うん、ダブルアートのしんべヱさんが筆頭に、うん、大阪の先輩なんですけど、はい、なんかみんな集めてくれて東京で頑張れよっつって、うん、覚えてる覚えてる。そうそう、で東京って書いてニュースをくれたのよ、うん、あれもらったやつやんな。めっちゃ来てたよ。俺ももらったもん確か、うんうん、で確かとか言ってるから、もう西野もどこにあるかわからへんの状態。8年前ぐらい、うんうん、どこにあるかわからへん。いや家にあるよ。あんねんな、うん、ほんまに。あるある。今度見せてもらうからな。いいよ別に。で、僕はまあ大事に乗ってたんですけど、まあちょっと気ぃひんなということで、うん、なんか家に眠らしてるぐらいやったら誰かにあげた方が喜ぶんかなってことで持ってったっていうね。あ、待って、うん、あ、そうか、うん、そ、だから、いや、今普通に考えると、うん、あのラッドレーシーも出してたやん。ラッドレーシーまた、うん、でピスタチオイジーさんのね、うん、あのまあ、前回もちょっと問題になりましたけど、はい、手掛けたブランドフリマに出すのどないやねんっていうので、うんうん、
ラッドレイシーのこと聞こうかと思ったけど、うん、東京ティーも先輩からもらったやつだもんな。そうそうそう、もらって、うん、で出して3分の2、うん、じゃあ先輩からもらったやつを出してるってことか。そうなのね。だからもうその出したくなかったんですけど、まあ、これ言っていいんかな。え、西野がもう俺も出したない出したないって言うねんけど、もうなんとか出してくれなんとか出してくれっていうのをめっちゃ言われて、うん、俺そんな言ってない。いや、あの、まあまあ、その欲しいって言ってる方がいたから、うん、まあちょっとまた、まあ、ファンの方でね、うん、多分やったら、まあ、心の中に鍵かけても閉まってはいるんですけど、あんま言わん方がいいと思うんで、もうこれ以上は言わないですけど、うん、まあちょっとあるんですよ。それは僕が出すわけないんでね、そんなものは。いやいやそのいや、うん、だからファンの方が欲しいって言ってるからどうって言ったら、それはもう出してくれたやんか、うん、いやそ、うん、結構何回も何回もお願いしてきて、俺も引き取り出して持ってきたけど、うん、まあまあ今ここで言うべきことでもないからね。ただまあ喜んでくれたらそれでいいかなっていう、うんうん、なんかそのなんか別に俺も西野に頼まれて持ってったらなんかその俺のその T シャツの廃棄を聞き出してくるっていう理由がよく分からへんねんけど、いやいやいや頼まれて俺やってるのにそれすんのか。それあいやだからその、うん、まさか俺は先輩からもらったやつを出すとは思ってない、うん、いやいやだからそう頼まれたからね、うん、じゃあお前に頼まれたからやってやなんかよかったけどなんでそれ言う必要があったんかな。それ置いといたらええやん。なんでそれ言うの。なんでそれ言っちゃった。それいやいや言っちゃったって自分で言ったから、うん、いやいや自分で言っちゃったっていうかそのなんか詰める感じ言ってきたからさ、うん、言うしかなかった詰める感じちゃう。言うしかなかったけどよそれ。いやいや、うん、まあまあ先輩にもらった、うん服が2点と、うん、あと1点がなんかヤムチャが倒れてる時のヤムチャっていいですか、うん、そうそう、あれはね本当にあれいつから来てるやつ。あれはねちょっとほんまに来た記憶もないぐらいのねいやでも絶対来てるであろうなっていう香りはしてたよ、うん、だからその、うん、押し入れに入れすぎての匂いというか、あれはほんまいつの間にか俺のクローゼットに入ってたっていう。なるほどなるほど。ヤムチャさんがやられてるという。ああれだけ本当にいつどこで手に入ったか分からないっていう、ね、T シャツなんですけどね、うん、でもあれやったね、うん、それとまあまあしんべヱさんからいただいた東京ティーとイジスさんのラッドレイシー、うん速乾でしたよやっぱり。ありがとうございます、うん、やっぱすぐ、嗅いでました、うん、あの匂いを買った方は、うん、はい、やっぱそれ需要があるってことですから、うん、それやったら別に売るナダさんのアイテム出すってのはいいんじゃない？うん、だからそうそう、だから全然いいのになんかその理由とかね、それ廃棄を言ってのも前やから、俺はびっくりしてんねんけどね。そのなんかみんな欲しがってんねんがそれ全然良かった。お前に頼まれて俺出しただけやから、これ俺。いや俺先輩にもらったやつは出してる。なかったも他に着てる服しかなかったんから、それを出す、お前が出してくれ出してくれ言うから俺出したから、西野の言う通りやっただけよ俺。うん。ズズズやなくて。はい。そうじゃなくて、いやまあでも盛り上がり盛り上がりましたから、そうそう言われた通りやってるだけですからね。じゃあ次回も、うん、もしあったら出してくれるんですか。そうそう、めっちゃ何回も言われたからね。 その後もね、うん、正直あの奈々さんこれ嬉しいことに、何ですか、うん、ナダルさんのくたびれティーってもう売れちゃいました、うん、みたいな方が3名ほどいました、うんうん、もうやっぱりもう結構求め、なくなっちゃったんですかみたいな、うん、いたんで、うん、ほんまにちょっとあの需要あるのよ。そうだからあるからね、もうなんとかもう服出して一生懸命やってるんですよこっちもね、うん、その西野に頼まれてほんとみんな欲しい人もいるということで、うん、一生懸命やってんの。その背景のこと言うな背景のこと言うなって、まあ、そんな俺言われてもねお前に言われてやってるだけやねんからよいや、まあ、背景のこと言うなって。どうしたいねん女ら俺お前頼まれてよ言わないやろがい。ラッドレイシー。ラッドレイシーもお前が言ったやろがい。ラッドレイシーなんとか持ってきてくれって言ったお前言ったやろがい。ラッドレイシーが。なんとか一枚持ってくれへんかって俺。いや、まさかまた。まさかまたやねん。お前が全部ラッドレイシー持ってこいって言ったんや、お前。ラッドレイシー持ってこいやないねん、お前は。俺ずっと来てんねんぞ、お前ラッドレイシー。じゃあ、夫婦やないねん。お願いしてくださいよ、本当にもう。いや、まあね、盛り上がっ、いい誕生日やったと。いや、最高でしたよ。うん、ほんまに、皆さん喜んでくれて、はい、とても良かったですけどね。うん、で、まあ、それが終わって、はい、今日か。うん、今日は、先ほど、まあ、ネタ番組の収録やったんですけど、はいはいはい、大阪の単独ライブでやったネタをやったんですけど、うん、ちょっとナダルさんの声の負担がね、ちょっとこのネタ不向きかもな。いや、このネタ不向きというか、まあまあ、声枯れてるもん。うん、まあまあ、なんやろうな、もう、だから。疲れもあんのか。いや、なんやろうな、多分声質が変わりました。あの、しばらくその前の単独で。多分、なんか、そんな、人間ってそんな大人になって声質変わんの？変わんねんって。やっぱ俺クロちゃんと昨日収録でね、うん、一緒やったんですけど、やっぱクロちゃんもだいぶ声低くなってってるらしい。なんで？あれでもいや、やっぱ声張ったり、うん、その限界の声出してやっぱ声帯が
変わってくねんって。ポリープとかそういうことじゃなくて、じゃなくて、で俺多分だからもう引き笑いとかあのキャッキャッキャッっていうのしばらくここ1、2週間出てないやん。多分もう出えへんね、声変わった、ちょっと。でそのミッキーのモノマネも、うん、もう多分出えへんね、俺のこの感覚やと。あ、マジで、うん、ちょっと直さなあかんな、ほんな、治るんかな、わからへん。え、でも俺今一番声いい状態やねん、ほんまに。それ多分俺もガスガスの時ばっかやったやん、うん、やっぱ治ると思ってんねんけどな、うん、どうなんやろ。だから声、うん、でもその高い声がおもろいかって言われたら分からへんから、まあ、別にそれはそれでええんかなと思ってるけどな、うん、ああ今の状態でも、うん、なんかそのそんな高い声使ってないというか最近、あ、だからもう「おい!」とかそんなんはやるけど、あ、まあ昔みたいに「そう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 、ナダルです」みたいな言ってないか、そうそうそう、もうそっち系の声使ってないから、あ、ちょっともうしばらく休ませてもいいかなと思ってる。このネタじゃあやっていいの、また。別にもうやったらやったらこうなるけどな、こうならもういい、カスカスにはなるけど、あ、ただまあそうそう、やっぱあそこにいたスタッフさん笑ってたんで、うん、まあ、別にまあこれはこれでって感じかな。はあ、はあははあ、うん、いやちょっと心配なってね、あのこのネタの時絶対声枯れるから、うん、まあまあそうやな、うん、枯れてはいるけど、はい。じゃあちょっとメール来てますんで、ありがとうございます、はい、読んでいきたいと思います、はい。ラジオネーム以下略の向こう側、この人毎回来れるね、ナダルさん、僕も以前自律神経失調症となりましたが、あら、何僕も以前って俺なんかなったっけ、うん、俺なんか俺もなってるみたいになってるけど、何自律神経失調症って何ナダルさん、うん、僕も以前、うん、僕も以前、うん、自律神経失調症となりましたが、何それ、うん、いや分からん、そういう話してたっけ先週、うん、分からん。お医者さんによると寝る時間はどうでもよくて起きる時間を一定にして太陽光を浴びるといいそうです。ああ僕は起きる時間を一定にしたらすぐに自律神経が回復しました。ああ、人間って不思議ですね、うん、あ、なんかでもまあちょっとアトピーめっちゃ出たっていうのはみたいな、ちょっと不安定やみたいな話はしてた。そうそうそう、なるほど。だからまあまあでもそのね、朝の時間を揃えるってちょっと無理なんですよね、この仕事してると。だからむずいんですよ、ああ自律神経整えるっていうのは。なかなか無理か。ああ、一時期してたやん。でも一時期朝起きて散歩みたいな。ああ、走ってる。今日も朝で。ああ、そうなんや、うん、それはやっぱ毎日言うたらその全然ずっとは無理やん。ああ、うん、その行ける時は行ってるけど、うんうん、ありがとうございますね。はい、もうなんかそのそうそう、調子は良くないんですよ正直、うん、まあまあ、うん、でも今日はいっぱいいろいろ朝時間あったんで金魚のろ過掃除とか掃除して楽しかったですけど。元気ないねんな。これで、やっぱ線方いいってこのネタ。これ元気ないもん。だからまあまあ別に、あれも線でええねんけどな、正直だ。その、なんていうの、はぁとか言うやん。うん、それ別に線でええねんけど、あれの方が絶対にウケるやんか。普通に何も、はぁとか言ってもあんま。いや、それはウケる方がいいやんな、でも、うん。そうそう。ラジオネーム、リ。いつもラジオ更新楽しみにしてます。ありがとうございます。ずいぶん前の話となってしまうんですが、2年ほど前にインディアンさんが YouTube で質問に答えるコーナーをしていて、田淵さんが仲良くなりたい後輩に改めてコロチキとコロチキの名前を挙げていました。2年前かい。うん、2人が漫才を本気で頑張ってて、うん、ネタもたくさん作って他の芸人のネタも見てて、うん、気持ちもいいなって思うとのことで、キムさんも漫才談義とかしてみたいよねっておっしゃってたので、うん、ぜひ2組でたくさん漫才の話とかお笑いの話聞きたいなと思ってます。なるほど。2組とも現役 M1 選手なので難しいかもしれないですが、うん、うっすら期待しています、うん、っていうことですね。はい、どうですかこれインディアンさんとの漫才談。まあでも漫才な、うん、確かに。でもちょっとなんかむずいよなと思う、ほんまに。あ、その漫才自体が、うん、いや難しい。だからその、うん、なんていうの、なんかその数の感じではあんまやってない感じがするっていうのはずっとあるな。あ、だからなんていうの、なんかそのラジオで普通に2人喋ってガーって掛け合ってるみたいなさ、うん、感じではないやん、なんか。まあそうやね、うん、それがなんかうまいこと落とし込めたらいいなと思うけど、うん、むずいよな、そんまに。その漫才でインディアンさん、インディアンさんって結構なギャグバーとかやるとか、なんかいろいろ形あるやん。ギャグバーとかなんとかやるなんかいろいろらしさ、田淵さんのさ、おさがあったり、なんかそのなんか形ちゃうやん。あー、そうやな。そうそうそう、なんかインディアンさんと真逆ちゃう俺ら。だからそのなんていうん、めっちゃで数やんか、うん、数はもう見せまくってるやん、うんうんうん。だからインディアンさん逆にさ、あの素が見えへんみたいに言われてたから、あのもうずっと田淵という、確かにね、ボケ、うん、ボケボケしい人間やからみたいに言われてた時あったやん。だから素の田淵さんって逆に、うん、キムさんはまあまあ昔からやけど、うんうん、
なんかそんなに分からへんよな。俺は、まあ、飲みに行った時とかは分かるけど、でも飲みに行ってもあのまんまや。なるほど。うん。だから、タクシさんの、その家で、一人で、隠しカメラ設置したらどんな感じなのと思う。なるほどね。確かに確かに。そんな話とかしたいですけどね。インディアンさん、ね。申し訳ない。でも、ほんまに嬉しい。そんなこと言ってくれて嬉しいんですけど。うん、この前だから、その、納言のみゆきちゃんと、なんかね、はしご、何やったっけ、動画ね。酔いどれ酒場みたいな。いじられたくない先輩ランキングの3位に木村さん入れてもた。すみません。え、うん、申し訳ない。いじられたくない先輩の第3位。うん、この人にはみたいな。そう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 。ああ。てかなんか、納言のみゆきちゃんのやつ。はいはいはい。あれ、前編後編やねんな。なんか、撮れたかよかったか3本だった。ああ、3本だったよ、うん。なんか、1本目で、なんか、めちゃくちゃ俺の悪口言ってたな。ああ、ごめん。うん、あじゃあ、ごめん。困ったらお前の悪口言って逃れようとする癖あってさ。ちょっと、いろんなところで悪口言ってるわ。うん。全然よくないで。昨日もごめん、ちょっと、全然思いつかへんかったから、お前の悪口言いまくってもそんなこともないぐらいっていう。ちょっと待って。あ、それ、やばいから、やってること。うん。そうやろ。え、それ、受けてんのやっぱ。受けてるかいな。じゃあ、あかんやんか。受ける悪口。相方の悪口って受けんのやばいやん。いや、それやばいよ。絶対あかんやん、そんな。なんとかしてくれ。それ、俺知らんよ。だから、受ける悪口言われへんね、俺、そんな。じゃあ、受ける悪口言ってくれ。無理やで、お前、そんなこと言われても、急にお前。言うてくれよ。あとさ、もう細かいとこやねんけど、うん、さっきさ、衣装の確認はさ、ナダルさんがなんか、ベルトくれっつって。ベルトくれっつって、なんか腹ゆるいわ。4L やって。うん、で、これベルトちょうだいってマネージャーに言って、うん、はいはいはい、で、マネージャーが、衣装さんの。呼んできてくれたな、ベテランの衣装さん。ベテランやってくれる。女性の方に、うん。そうそうそう。すいません、ベルトとかってありますか、ちょっと大きいみたいで、みたいな言ってくれて、うん、マネージャーが。そうそう。ほんなら。連れてきてくれてな。で、来たら、うん、ベルトって言われたから、俺が、あ、僕はイケてますって言ってで、えってなって俺は、うん、イケてますってなってで、西野さんはって言って、うん、僕もイケますってなって、うん、えってなって衣装さんがな、うん、で、俺がすいませんっつって、うん、ちゃんと確認してやらなあかんねんこんな、うん、衣装さん来ただけ意味ないやんかこんなで、衣装さんもちょっと確認してくださいよ、ね、ほらベルトもあるじゃないですかとか言って言ってて、うん、すいませんちょっと次から気ぃつけるようにしますもうすいませんほんまにまたお願いします本当にちゃんと確認しましょうねすいませんほんまちゃんとしようなほんまに失礼しますってパターンで閉めて、ごめんにしろって。全部俺やったっ。めっちゃ怖かったんだよ、あれさ、ほんまに裏切りも裏切りやん。いや、裏切りというか、だから、ま、ここでは謝ったやんか。だから言うたら、西野と、この俺と。衣装の、女性の、ベテラン衣装さんの前で、格好つけてたやん。格好つけてたから、俺じゃない。違う、そう。衣装さんの前で西野のせいにしてる。だから、衣装さんは西野がそういうむちゃくちゃなことして、もういい加減にしてくださいよと思いながら言ったと思う。うん、ただ、ここで俺も種明かししてるからね。違う、衣装さんの前でやるやん。なんでやねんな、それ。めちゃくちゃ俺、ショックやった、あれ。何してくれてんねん。ここではだから、ごめん。俺何のことか分からんかったから何のこと分かってなかったやろってそうそうそうってなんか俺悪いことしたみたいになってたやろ、うん、だからここで俺種明かし西野がトマト種明かしじゃなくてなんでそんな嘘つくんあの人がだから俺がミスったみたいになるやろがだからめっちゃ引いたんやけど、うん、あんなんしたらあかんであんなお前なほんまチャンスせなあかんでお前とかって、うん、いや俺何にも知らんのにちょっとなんか分からへんけど言ってること分からへんけどじゃなくて、うん、いやいや絶対あかんであんなんしろ西野すまんとか言って、うん、お前のせいにしてもうたいやいやそれまっすぐなんで言われてお前がわけ分かってる感じやったらそれは俺そこで謝るけどお前わけ分からん感じええみたいな感じになってるから、うん、そうそうだからお前のせいできるなと思ってほんでパッて吐けた瞬間に衣装さんがどっか行ったえごめんなさいボケーぜー声飛んで殴られてめちゃくちゃほんまボケなすが同じ状態でラジオ飛んで席も出たちゃんとしてくださいよはい、続いてナダルさん、はい、おい西野なんでやねん俺、いつも楽しく YouTube を拝見してありがとうございますおい西野すごいなこの人あラジオネームリナタンね、筋トレ始め女性かいほんで、筋トレ始めて飲み会に行かないって本気かいつもニコニコ毎朝トイレ掃除は欠かさず真面目に日々のルーティンをこなしネタを書き体を壊すまで辛いものを食う根性の塊西野が飲み会に行かなくなるってどこでストレスを発散させるんじゃ心配なるやろがいいじられてヘラヘラしてもそれが西野なんやからええやないかい勘弁してくださいよヘラヘラで押し通せばええやないかい相方のナダルがヘラヘラすなブリッコすなって説教ツッコミ入れてくれたらええやないかい
おい西、ちょっとこれめっちゃ、おい西野、お酒が入って暴走するのはいつもニコニコしてる裏で大きなストレス抱えてるからやろがい。ネタ番組に呼ばれないのはネタのせいだと思ってんのか。西野の格ネタはめちゃくちゃおもろいやろがい。テレビ的にナダルのキャラが濃すぎて漫才みたいな空気は否めないやろ。クロちゃんが漫才する言うても視聴者はどんなんやろか、そんな感じやろ。知らんけど西野体バキバキになって AV 女優さんに見せびらかすなよ。セクシー男優になるなよ。週刊誌取られんなよ。 YouTube 男スタッフ増えて女性スタッフいないからやる気ないっすわみたいに見えてきて悲しいわ。西野、ナダルさんと組んでる西野は変わり者なのは当たり前やろがい。そこは認めてくれ。筋トレよく分からんけど応援しています。ナダルさん娘可愛すぎます。以上。ありがたいね長いねお前、もう何にも入ってこなかった俺。お前なメール選ぶときも俺注意して言うたやろな。長いねお前、お前さこれ何行あんねんお前、これマジでこの量10行ぐらいやるさ横文字がさ50文字ぐらい もっとあるわ。それが10行あるさやつ選ぶなよお前何も入ってこなかったからやろがいとか言ってだからお前のこと好きやねん。何でも多分いや俺多い西野やったから悪口をバーって書いてめっちゃ心配してくれてんねんけど、うん、結構まといたこと言ってたで、うん、それこそクロちゃんが漫才してるのとかな。確かにクロちゃんが漫才してる色物も色物ってことですからね。確かに、うん、いやいや愛は感じたよ。愛感じた、リナちゃん愛感じたけど、うん、お前愛感じたからって選んでやつと悪いやつあんねんお前こういうラジオしか読まれへんお前。だからその絶対他のラジオやったら読まれへんもんな。確かにカットやもんこういうラジオ。確かに、ね、こういうメールは確かに、うん、えこういうラジオこのラジオでもカットしていきますか。そういうのカットしましょう。カットしますか。いやでもまあまあでも俺もだからほんまに適当な返答になって思うから。こうやってさ、はい、長文くれるの嬉しいなもん。ありがたいですけどね。じゃあラジオネームルトが、はい、ナダルさん西野さんこんにちは。いつも楽しく YouTube 見させていただいてます。最近コロチキのオンラインサロンに加入しようか迷ってるのですが、具体的にサロンではどのようなことをしているのでしょうか。ぜひ教えてください。あ、奈々さんこれ教えてあげて。基本的にあくびしてるやん。基本的にはあくびしてるやん。なんかその日記、うん、メインは毎日僕と西野で日記書いてるんですよ。はいはいはい、うん、これがもう絶妙に笑えへん日記を書いてます。絶妙に笑えへん日記書いてほんでしかもそれが日記っていうのも LINE グループやねんな、うん、いやあのコロチキオンラインサロンで LINE グループを作ってチャットみたいな、チャットみたいな、で本人の LINE じゃないですよもちろん、うん、あのそれ用の LINE アカウントナダル西野であって、うん、それで交互に日記書いてそれにみんなコメントしていくっていう感じですね。まあほんで、うん、そうやな、あとなんか月、あ、また今月あと1回やらなあかんじゃん。やらなあかんって言うのよ。やらなあかんって、やるのやめんどくさいみたいに言ってんの、お前の勝手な価値観で俺を測るの。やらなあかんのちゃん。お前、お前が言ってないが俺言ったやろうがや、お前。いやいや、やらしてもらえるよ。やらしてもらえるよ、やったー。やないねん、それも変な話やろうが。だから、その、ラブラジっていうね、はいはいはい、ラジオみたいな。そうですね。二人きりのラジオで。みんな、ちょっとほんで、ちょっとなんか気になる人いたら一緒にちょっと喋らせてもらって。はいはいはい。会員とも喋ったりする。そうそう。それがあって、ほんでまあ、3年に1回ぐらいイベントあるのか。3年に1回やとさ、もう入らんて誰も。たまたまこの前バーベキューあって、それが、あ、もちろんみんなの会員とのみんなとのバーベキューオフ会が初めてあったから、まあ、実質3年に1回なんですけど、今んとこ。うん、まだ次のね、イベントをやろうとしてますから。なるほど、そうですか。うん、まあ、イベントとかちょっと、まだその全然具体的には決まってないですけど、なんか、僕らの気分が乗ればやるという、うん。いやいや、俺はいつでもできるよ。奈良さん次第よ。いや、俺もいつでもできるよ。あ、ほんま、じゃあもう、うん、年内やろうか、うん、全然やってください、それ。あ、やりますか、うん、じゃあ、ちょっと、奈良さん、オフとか、もう、返上なるけどね。いや、オフ返上わけわからんやろうが、それ。ちょっと、オフじゃないなんで仕事の終わりに、お前、スケジュール組み方下手やな、お前。で、仕事の終わりにやんの？当たり前やろ。え、なんか、バスツアーとか話出てんで。バス、一日やるってこと？一日よ、そりゃ。まあ、それはちょっと考えないといけないですけど。あ、今ちょっと休みがちょっと少なすぎるから、あ、それはあかんか。それは、うん。じゃあ、バスツアーは NG。だから、飯食うとかね。ちょっとまあ、その、どうなるかわかんない。ちょっとまあまあ、そういうのも、なんか会員のみんなと考えていくみたいなね。でもぜひこのルトガーさん入ってほしいなと思いますし、うん、昨日もフリマやってる時にコロチキさんのオンラインサロン入りましたって。あら、2メーターぐらいの男の人マジマジジモマンですか。マジで2メーターぐらいあった、うん、いやありがとうございますって。だから結構最近ね増えてきてるんで。なるほど、はい、ぜひ。あとグッズね、うん、グッズも昨日フリマで売ってめちゃくちゃ
すごいみんな買ってくれて、はい、あのグッズ好評じゃないですか、うん、本日の夕方17時からネット販売しますので、あら受注生産なんで、うん、必ず手に入ります。注文入った分だけ作るんで。あ、そうなん。そうやね。どんなやつも、どんなやつも、ナダルさんからスウェットも。あ、そうなん、うん、しかもナダル柄スウェットだいぶ好評ですよ。そうなん、うん、ですので、ユリアンがめっちゃ欲しがってたわ。ああ、そうそう、ユリアンも言ってくれてみたいよね。詳しくは概要欄から皆さんぜひ、うん、チェックしてみてください。はい。そういうね、オンラインサロンもやってますし、はい、グッズとかもありますんで、皆さんぜひお願いします。はい、うん。ということで、まあ、メール他にもあるんですけども、はあ、ちょっとお時間ということで。なるほど。はい。はい。では、今日がもう9月22なんで、うん、また10月5日にね無限大ドームで、大変、ネタライブありますんで、うん、今回漫才のみとなります。はい、はい、コントはしない。漫才4本、ちょっと何本かは決まってないですけども、まあ M1 に向けた、はい、漫才ライブとなってまして、うん、オンライン配信もなし、そして無限大ドーム、なるほど、ドーム1、はい、でやりますんで、ちょっとだいぶ狭めの、うん、ほんまに距離も近いと思います。そんなとこで漫才のみやります。やるしかないですからね。やるしかないからね、はい、とりあえず M1 決勝を目指して、奈々さんも体調気をつけてもらって、気をつけます、はい、はい、頑張りたいと思います。では奈々さん一言お願いします。はい、これからねちょっと寒くなったり暑くなったり、9月入りましたからどうなるかわからないですけども、ちょっと体調管理気をつけてちょっと頑張っていって行きたいと思います。皆さんも本当に気をつけて頑張っていけたらなと思います。これからちょっとスケジュールまた忙しくなったりもする可能性あるんで、ちょっと頑張ってやっていかななと思うんですけど、はい、まあ、10月入ってね、まだちょっと新ネタライブあんのか、でそこからちょっとやってかな、あかん、で M1 も2回戦からかな、僕らは、うん、ちょっとやってかなあかんと思うので、ちょっと頑張っていかななと思いますけども、まあ、11月入ったら入ったで、またちょっと仕事また忙しくなってくると思うんで、はいはいはい、そのためにまたちょっと頑張っていかな、年末年始、うん、長いねおい、ボケー。